放送局です。最終組放送。さあ、この組放送、暫定3番手の遠藤選手。遠藤選手も11周でしょう。大事なのは暫定3番手、10周2分フラット540。さあ、気合い入ってますね、遠藤選手。さあ、全車で揃いました。さあ、それでは行きましょう。第4ヒート、スタートいたします。出たけど。さあスタートしました。4台まずは石川は川崎で3番、そしてスタートで遅れた遠藤選手はすぐ2番手以上、川崎1番。さあこれ遠藤だ、コース中央部、一番最悪なコースクリアです。一番最悪なコースクリアです。さあスタートして30秒を切りましたところ、遠藤選手が飛び出た。ホワイトとエメラルドグリーンのカラーリング、現在コース左セクション操縦台向かって左側に川崎選手、現在バックセス走行中、ベストラップ11秒670。さあ飛ばす飛ばす遠藤選手、第1ラウンドは暫定3番手でした。11秒470。さあ周回ごとにベストラップを抜いていくが、遠藤選手現在コース中央部。さあ早田バックマンから出てきた、うまくパスして計測ラインを通過して5周クリア。走行時間残り1分です。2番手には川崎横浜藤尾選手、その差4秒7。3番手にコース小宮選手のオーダーです。さあ残り時間45秒。さあ遠藤選手もアベレージタイム11秒891に上げてきました。この周回はどうだ、この周回11秒540、11秒台の中盤で走行しています。走行時間残り30秒。さあいいペースだ遠藤選手、今の周回も11秒690。さあバックマーカーの方ありがとうございます。ちょっともうちょっとミス、残り時間15秒。さあ残り時間10秒だ。さあ遠藤選手11周入るか、残り時間5秒切った。3秒2秒1秒、残り2分です。1コースゴール、4コースゴール。レース続行中です、レース続行中、レース続行中です、レース続行中です。3コースゴール、2コースゴールで全車ゴールです。トップゴール1コース、遠藤選手惜しかった、10周2分00秒330。しかし第1ラウンドのタイム 0.2 秒ほど上回っております。以上をもちまして AW ディーナスの予選第2ラウンドすべてですね終了となります。ズームとかどこにあったの、これか、やばい、カボーアップすげえ。やばい、やりたい人がおったら横は浮かんだろ、これね。次やれ、これズーム行かないからダメですけど、これ触るの、あ、まあ、なんでダメなの、これじゃない、覚えてるんでしょ、何聞いたことあんなこと。はい、お待たせしました。それではね、ここからはフォーミュラークラスの予選第2ラウンドの方に進みましょう。放送部です。放送今はですね、商品会選手の範囲ご連絡いたします。本日ですね、刑事報道に書き込みますが、選手リストで藤吉さんの先から代表に獲得したからですね、その記載が覚えている方もしいらっしゃいましたらですね、別の方を登録してください。本日ですね、関川選手と峯岸選手を、ね、ご連絡いただいております。お弟子ですが、必ずですね、執行の方をお願いします。さあ、あとは自由な選手は逃げられたらいいですね、電車あ、じゃあ公園です。はい、電車アコチェック終えました。それでは行きましょう。本日はその第一ヒートをスタートいたします。さあ、インスタートを切ったのは小牧選手でしたが、ちょっと1コーナーでミスがあった。慌てそうになったのは藤浦選手、川崎4番、
ブルーホワイトのマシン、ケズマヤを通過してバックストレート。2番手には川崎、5番向井選手、3番手にサンロース、小森選手、一瞬でクリア。さあ藤浦選手、第1ラウンド暫定7番手でした。ここはぜひともタイムアップしたいところ。さあ、速いマシンが来たらですね、速やかにラインを開けるようお願いいたします。さあ藤浦選手、ベストラップなんと11秒570。第1ラウンドは10周の4秒というのを申し上げました藤浦選手。さあ注目してみましょう。藤浦選手は総重量の関係2番目。さあスティックブロックでですね、操縦する選手です。注目して見ていきましょう。ベースラップ11秒370、再び更新しました。さあ2番手には約4秒遅れて川崎様の小森選手、3番手1コース池上選手のオーダーです。さあ残り時間40秒。トップは川崎4番の藤浦選手、現在8周目を走行しています。さあ前方にバックマーカー見てきた。現在バックスレート、ブルーとホワイトのマシンが現在レースリーダーです。さあバックマーカーうまくパスするか、はい、引いちゃいます。そしてこちらに前方におります。さあこれ小森選手がコースアウト。さあ現在トップはコース中央部。さあうまくパスしました。残り時間5秒、3秒前、2、1、ここで2分、1コース、5コースゴールです。レース続行中、藤浦選手は11周目入った。やはりいつものカラーリングじゃないと調子が高いでしょうか。2コースゴール、レース続行中です。前者ゴールです。トップゴールは4コースの藤浦選手、打ってください。はい、11周、2分11秒730。このタイムは暫定6分手でしょうかね。